ど、失敗とかしたなと思った時、失礼とかでのした時のなんていうの、心の保ち方というか、うん、よくする方法みたいなやってるみたいなやつあります。俺はいやいやいや、そのままのミュート外してて、結局失敗した時って多分みんなもそうだと思うけど、心の中でなんかこう心と頭でもうやばいやばいとか、もうそんなことばっか考えちゃって、なんかどうしようとか、ボールが来たらどうしようとか、また来たらミスしちゃうんじゃないかって思うと思うよ。俺もそうやったし、なんかいっぱいいっぱいになるよ。それを自分の中で、うわまたこの弱い道が来たぞっていう客観的に見るようにしてて、あまた出たぞこいつがみたいな、こう俺はいつもやってるから大丈夫や、そのプラスのメガネじゃないけど、これを同じようなミスはせえへんぞみたいな、こうそういう心の中で自分と会話してるみたいな、客観的に。それを真に受けてプレーがちっちゃくなるともったいないから、自分の中で例えば次同じミスしてももうしなんしな、しなへんでとか、そういう客観的に見るようにして、どうしても弱気になっちゃうと思って、そういう心の声を自分でコントロールできる、そういうトレーニングとかもあるんだけど、メンタルトレーニングっていう方法でそういうのもやっていけたらなと思ってるから、また一緒にそういう心の声だけ意識してやってみてください。ありがとうございました。はい。